荒屋敷。舞い散る花びらに血文字で書いた自制の句を残し、サラ僧侶の下で釈迦は消滅した。それを見届けた佐賀たちが処女宮に戻ると、そこには駆けつけたムー、シリュウ、そしてアイオリアの姿があった。釈迦の死を悟ったアイオリアはまさに怒れる獅子と化していた。眠れる獅子が怒りに目覚めたか。アイオリア、彼らが釈迦の天部降臨にかけられた、もはや廃人も同然。そんな者たちをあえて撃たなくてもよいのではないか。釈迦はなぜ死んだのか、そこにはもっと深い意味が隠されているような気がするのだ。ムーよ、思慮深いことは結構だ。しかし目の前で同胞が殺されているのを見て何の行動も起こせない奴はもはや男として認めん。さあ、かかってこい。今度はこのアイオリアが相手だ。ハーデスの倉庫に成り下がったか。蘇りし我がエクスカリバー、受けてみよ。ファイト。我が聖剣の前に向かってこい。うまいなら、ここでお前たちの息の根を止めるまでだ。やるしかないな。俺が相手になろう。釈迦の敵、鬼の山よ、釈迦に詫びよ。まさに怒れる獅子といったところか。しかしライトニングだ。必ず追い分けには行かぬ。意志の方法を後ろに鍛え、ライトニングだ。アイオリア、恐るべきパワーだ。受けよ、獅子の牙を。お前の力は砂もどこ。貴重者にはもはや戦う気も失せたのか。これで終わりだ。はゆかぬ。俺には効かんぞ。相手が誰だ。俺を倒して進むのみだ。ライトニングスターだ。ウィナー、ナスペクターなど、この俺が粉砕してくれる。レオの力を見せてやる。言うことは何もない。ファイト。次はこのカミユが相手だ。誰が相手であろうと同じこと。それだけか。葬り去るのみだ。フリージングコス。フリージングコス。釈迦一人に三人がかりの命を奪うとは。風上にも置けんやつらめ。あれ、今はアジナの方に突き進むのみ。それだけ。前たちはもはやゴールドセイントではない。逆賊どもが。今お前に語れることは何もない。覚悟しろ、カミュー。一度目の死に場所だ。アイオリア、私はまだお前に撃たれるわけにはいかぬのだ。受けよ、獅子の牙を。ライトニング。これが貴様の限界か。リナー、あの世で釈迦に詫びよ。アイオリアよ、我々に残された時間はあと4時間余り。それまでにたとえ這ってでもアテナのもとへ行かねばならない。それを阻む者はたとえ誰であろうと釈迦のように殺して通るまで。面白い。ならばこちらも言おう。もはやお前たちはここから一歩も進むことはできぬ。落ちるところまで落ちたか。邪魔をする者はどんな手段をもってしても釈迦のように殺す。ファイト。見ろ、天天活鬼を出てきたのか。釈迦が死んだというのに黙って見ていられるか。終わりだ。
見る、私もできることなら釈迦の仇を討たせてやり。だがまだこれをお前にやられるわけにはいかんのだ。終わりだ。俺が片付けてやる。こうするかしか。15発のうちに猶予を与える慈悲深いわ。お前たちにはあるのみだ。カメラを見ろ。我々には時間がないのだ。見せてやる。見ろよ。どこを見て。まだ殺されてやるわけにはいかん。何かしたのか。だらけだな。少しでも簡単にはやられてくれんか。ならばもう一度だ。終わりだ。ウィナー、これが悪に染まった者の末路だ。言ったはずだ。我らに残された時間はあと4時間余りしかない。邪魔する者はどんな手段をもってしても釈迦のように殺して通るとな。三味一体のあの構えは一度犯した禁断の技、今さら何のためらいも持たん。お前たちも全員釈迦と同じように消し去ってくれよ。サガよ、何か忘れてないか。こちらにもゴールドセイントが3人いるのだぞ。あれはアテナエクスクラメーション。バカな。そう、バカなこと。これビッグバンにも匹敵するアテナエクスクラメーションがぶつかり合い、サンクチュアリ全体が消滅してしまうことだ。サガ、そんな愚かな技の掛け合いをあえて選ぶか。望むところよ。サンクチュアリ全体が消滅するならアテナの首を取る手間が省けるというもの。愚かな。もはや問答無用。アテナエクスクラメーション、アテナエクスクラメーション。ご覚悟か。こちらが落ち始めたぞ。よせ、シリュー。この均衡が崩れた後の衝撃にゴールドクロスのないお前は耐えられない。そんなことで逃げるなら初めからここへは来ない。これでもアテナのセイント、死はもとより覚悟の上。行くぞ。最大の王山昇竜派。サラの花びらに血文字が。これは釈迦が私に託した句。荒屋敷釈迦。やっと分かりました、あなたの死の意味が。そして今こそ私の覚悟も決まりました。2つのアテナエクスクラメーションの激突により処女宮での戦いは終わりを告げた。もはや戦う力を失ったサガたちだったが、アテナはゴールドセイントたちに彼らの命を奪うことを禁じ、自分のいるアテナ神殿まで連れてくるよう命じる。そして彼らの前でかつてサガが赤子のアテナの命を狙った黄金の短剣で自らの喉を突き死を選ぶのだった。一方ムーのスターライトエクスティンクションにより12球から遠方へ飛ばされた聖夜だったが、ただならぬ気配を感じ12球へ舞い戻った。アテナエクスクラメーションの余波で気絶していたシリュー、駆けつけたヒョウがシュンと合流してアテナ神殿へと向かう。そこで見たものは
全てが終わった後、アテナの血に濡れた探検だけだった。俺たちは一体何なのだ。アテナを守るセイントでありながら、沙織さんが死ぬまで何一つできなかった。俺たちは無力だった。名ばかりのセイントだ。何を泣き言を言っている。その声はシオン。何、こいつが全教皇でありながらハーデス軍に寝返ったという男か。アテナは死んだ。だが本当の戦いはこれから始まろうとしているのだぞ。何をわけのわからないことを言ってるんだ。アテナの仇クラメ。いつもが燃えている限り俺は命を懸けて戦う。その程度で私に勝つつもりか。ファイト。お前のようなやつは絶対に許さない。これしかない。何の極限まで戦え。ペガサス新戦線。これで終わりだ。この身を及んでも泣き言とは。アテナのセイントも地に落ちた。ひよっこにしては良いコスモではないか。何のアテナ。アテナを抱いて。見るがいい。高校の力を少しは受けてやろうと思う。ウィナー。俺は戦うぜ。全力で戦って勝ち続けてやる。うろたえるな小僧ども。よく聞け、お前たち。これからアテナと釈迦の死の意味を、全てのことを教えてやる。そして教皇としてお前たちに命ずる。直ちにハーデス城へ乗り込んでハーデスを倒せ。何？ハーデスを倒せだと。シオン、あなたは敵か味方かどっちなんだ。たとえ死してもアテナのセイント、ハーデスなどに寝返る者が一人でもいると思うのか。ではなぜ今まで執拗にアテナの命を狙いに来たのだ。全てはこのためだ。アテナの血を受けたアテナ心臓が冥道とともに輝きを放っている。これは一体。アテナの巨大な心臓が消えた。消えたのではない。よく見ろ足元。あの巨大な像がこんなに小さく。それこそが大いなるアテナのクロスなのだ。お前たちのクロスがよみがえる時には、人間の血液を必要とするように、アテナのクロスもまたアテナ自身の血を必要とする。しかしそのことを知るのはこのシオンただ一人。ハーデスを相手に戦うには、何としてもアテナにもクロスをまとってもらわねばならん。そんな折、ハーデス側の方から私たちに誘いがあったのだ。もしアテナの首を取ってくれば、死の世界から解き放ち永遠の命を与えるとな。私たちはそれに乗ったふりをしてこの十二級に乗り込んできたのだ。アテナにアテナのクロスのことを伝えるために。教えてくれシオン。俺たちは何をすればいいんだ。言ったはずだぞ。本当の戦いはこれから始まるのだと。アテナも釈迦も戦いを放棄したわけではないのだ。何？死んだアテナや釈迦が。それは一体どういうことなんだ。それは、ハーデス側がくれた束の間の命、どうやらそろそろ終わりのようだ。シオン。だがその前にお前たちに与えるものがある。
お前たちもアテナの血によってよみがえるのだ、ブロンズよ。これは、そうだ、アテナの血によってよみがえった、それこそまさしく最強最後のクロス。私に構うな、お前たちはすぐにハーデス城へ向かうのだ。そしてアテナにこのアテナのクロスを必ず届けるのだぞ。分かった、必ず。頼むぞ、若きアテナのセイントよ。シオン。どうこう、できればお前とは今しばらく語り合いたかった。何、すぐまた会える。そうだな、243年も待ったのだ。今しばらく待ったとしても苦にはなるまい。また会う時まで、さらば友よ。